私がトライで働き始めたきっかけは自己実現のためです。私自身将来教員になりたいと考えており、教員免許をただいま取得中です。生徒に対して教えるということを経験したいと思い、トライで働き始めました。私がやりがいを感じる瞬間は生徒の表情が変わった時です。問題が解けるようになった時の分かったが一番嬉しくやりがいを感じます。また話すことが苦手な子や人見知りの子など様々なタイプの生徒さんがいますが、指導を重ねていくうちに学校やお家での出来事などよく話してくれるようになることです。私自身も学習面だけでなくコミュニケーション能力を身につけることができました。